ジラジサンデー、新しい1週間が始まりました。2024年1月7日日曜日、ハジラジサンデー第1回目になります。はい、新しい年が始まりました。この始めるラジオキャンパスもシーズン4に入りました。まあ、新年から今年は声の年になるということで、始めるラジオキャンパスも新しいシーズンに入りました。ハジラジサンデーということで、週に1回日曜日にお送りする番組となります。これまでシーズン1、シーズン2、シーズン3と重ねてきたんですけれども、去年の7月4日から始めて、早いものでね、半年が経とうとしています。このシーズン4ハジラジサンデーは4つのコーナーから成り立ってますね。4つのコーナー、人生いろいろ、これ第1コーナー、それから第2コーナーは思い出の1曲で、第3コーナーが、これがもう隔週でお送りしようと思うんですが、北海道あれこれと SNS あれこれを隔週で、交互にお送りしようかなというふうに思っています。で、合わせてこの第3コーナーでは今週の1曲も、紹介したいと思っています。曲はだから2曲入る形になりますね。そして最後、第4コーナー、ザ・トイチロー散歩のコーナー、これは変わらずお送りしたいというふうに思っています。ということで、4つのコーナーと言いましたが、まあ、曲を1つのコーナーとして数えると5つのコーナー、曲を除いて考えると3つのコーナーってことになりますね。人生いろいろ、そして北海道、または SNS あれこれ、そしてザ・トイチロー散歩で、そこに曲が2曲入るということで、シーズン4はお送りしてまいりたいと思います。ぜひ最後まで、お聞きください。シーズン4いつまで続くか分かりませんが、ぜひよろしくお願いします。始めるラジオキャンパスシーズン4、プレゼンテッドバイキャンパス。ハジラジサンデー第1回目の配信になります。今日は1月の7日2024年ですね。第1コーナー、人生いろいろ、まあ2024年になったということで、私は2023年の10月末に還暦を迎えまして60歳、そして、年金受給者、早期受給ですね、24% ぐらい減額されるのかな、それも始まりました。年金だけでは生きていけない、この先何年生きるか分かりませんが、そんな人生を送っている今日この頃です。まあ今日の人生いろいろはね、まあいろいろ語りたいことはいっぱいあるので、これからこのシーズン4でもね、まだまだ語ってない60年の人生いろいろを語っていこうかなと思うんですが、まあ初っ端の話題はやっぱりポッドキャストですね。もう去年の7月から、まあ5月から音声配信を始めて、7月からポッドキャストを始めて、あれよあれよという間に10個以上の番組を持つポッドキャスターになってしまいました。にわかポッドキャスターですね、になってしまいました。半年以上が経ちましたね、ポッドキャスト始めてね。で、これがもう私の性には合ってるなと。で、単にポッドキャストで音声配信するだけじゃなくて、やっぱりそれが文字になって記事になるっていうね、文字になって記事になる、要するにもう音声入力で記事を書くという、だから声で書くって言い方するんですけどね、あるいは声で文字を打つという
言い方を最近はするようにしてるんですけども、そういう時代に入ったと。でよく考えてみれば、私ずっとブログを書いたりとかね、 SNS 書いたりとかやってきたんですね。まあ特にまあブログだいぶ書いてきましたよね。学長時代も365日いっぱい書いてましたし、まあそんなわけで、でそれがね、ずっとこれまではスマホで打ったり、まあ主にはパソコンのキーボードで、叩いてたんですが、もう今はそれが要するに喋って記事を書くということに変わっただけだなと。でこっちが楽なんですね。本当にキーボード打つよりも喋るのが楽で、これは本当にまああっちこっちで喋ってますが、 AI の文字起こしの精度が格段に上がったと。いわゆる自然な言語を作り出せるようになった。自然言語ね、チャット GPT とかの世界ですけど、 OpenAI が、主にそれを牽引してきましたけどね。これはもう本当に機械学習が進化したんですね。ディープラーニングっていうやつなんですけども、これが本当に進化した。でそれでいろんなこと興味持って、そのディープラーニングの仕組みも私なりにかじって、理解したつもりでいるんですけどね。細かいとこはわかりませんが、基本的な考え方はよくわかったと。ディープラーニング、機械学習ね。ただこれはまだ人間のホモサピエンスの脳みそではない、ね、にはなってない。 AI は知識を持たない、あ、知識を持たないじゃなくて、 AI は意識ですね。意識を持たないわけですけども、でそんな絡みで、その AI の脳みそと、それからホモサピエンスの脳みそで、ホモサピエンスの脳みそで言えば、要するに脳科学とか神経科学がすごく進化してるんですよね。で脳細胞ってのはすごく細かいから、神経細胞いっぱい調べるところがあるんですよね。だからこれまだ調べ尽くせてない。で最近あの DNA 研究、ヒトゲノム研究ですね、DNA 解析もだいぶ進化しましたが、一方でこの脳の解析というかな、分析もすごく進化してきてるんですよね、実はね。だからまあ私は社会科学、科学政治学をやってきたんですけど、社会科学やる場合でもやっぱり社会科学って人間のホモサピエンスの脳が行う活動ですので、脳のことを知らずに社会科学は語れないっていうふうにね最近思ってますので、脳科学、神経科学の最新の成果を踏まえない社会科学者はこれから役に立たないだろうっていうふうにね真面目に思ってるのと、それからもう一個は機械学習ですよね。なぜ機械は、 AI は、人工知能は自然な言語を生み出せるようになったのか、それは本当に言葉が分かって言ってるのかね。よく AI の脅威が語られますけれども、実は AI はまだまだホモサピエンスの脳みそにははるかに及ばないんですね、実はね。将棋とかでは勝てるし、上手な文章、その辺のホモサピエンスよりも AI の方が上手な文章を書くようになってますが、だけどそれは一定の専門領域っていうか、将棋なら将棋ね、文章なら文章ね、絵を描くなら絵を描くって、そういうことはできるんだけども、ホモサピエンスは絵も描けるし、文章も描けるし、将棋も指せるわけですよね。それぞれの領域では AI の方がはるかに上回りつつあるんだけども、で、これはやっぱり AI のディープラーニングの量が、ホモサピエンスの脳みそが処理できる量、情報量よりも AI が処理できる情報量の方が多いんですよね。だからこれはもうしょうがない。ホモサピエンスより巨大な脳を持ってるんだと。ただそれは、ある領域に特化したことしかできないっていうね、ことなんですね。まあ、この辺語り出すと人生いろいろじゃなくなっちゃうんですが。で、まあ、その話はさておきですね。その人生いろいろ、ポッドキャスターな人生になったっていうことで、これはもうまさに AI が進化して、機械学習が進化して、まあ、ある程度人間の脳みそに近づいて、文字を、文章を作ってくれると。だから喋った言葉がをそのまま文字起こしすると文章にならないんですよね。で、これを AI がちゃんと自然な言語にしてくれるっていう、もう AI の文字起こしの精度が上がったっていう。だから音声入力がね、
可能になった。で、特に日本語って難しいんですね。英語とかの方がやっぱり早かったんですが、日本語はこれ難しいんですよ。漢字もあるし、ひらがなもあるし。なので、でもそれも自然に生み出してくれるようになってきたっていうね。で、昔の文字起こし知ってる人は、もうこれ結局キーボードで直さなきゃいけないから、最初から打った方が早いという時代が長く続いた。ところがここ1年ぐらいですね。AI が打った方が早くなったんですね。だから人間は、ホモサピエンスは喋ればいいと。で、これも言ってるんですけど、キーボードはもうあと数年でなくなると。ね、マイクがあれば文字起こしはできる。で、今はただ修正するときにね、文字を修正するときにキーボードを使ってますけれども、これもいずれ、音声で、ここ直してっていうようになるはずですね。いつ頃なるかわかりませんけども。だんだん人生いろいろから外れてきましたが、これすべて、なぜ私がポッドキャストをやってるかっていう理由なんですね。だから脳科学、神経科学も関係してるし、機械学習も関係してるんですね。実はね、AI、人工知能も関係してる。で、そういう最新の成果を全部前提にすると、今まさに情報発信は、ポッドキャスト、音声入力、音声配信なんですね。それで文字を書く時代、情報を発信する時代になったってことなんですね。で、これまでこう YouTube とか TikTok とかね、動画配信流行ってたんですけど、やっぱりこれからはむしろ音声、言葉による配信がメインになってきますね。これはもう間違いなく確信持ってるということで、これから情報発信する人は、むしろ YouTuber になんかなってる場合じゃなくて、ポッドキャスターになるべきだと。で、もっと言うと大学教員とか名乗る人は、ね、狭い限られた学生相手に、狭い講義室で、講義をやってる場合じゃなくて、それやってるんだったら全部ポッドキャストで公開して発信してしまえば、もう世界中が大学になるわけですね。オンライン大学になる。ただ全部講義もポッドキャストで配信しちゃえばいい。ね、そしたら下手な大学のキャンパスはいらないと。みんなそこで学べると。好きな授業ね。例えば全ての大学に日本国憲法とかね、講義あるけど別にそんなにいらないんですよね、大学教員は。もっと少なくていいんですよね。で、これは全部インターネット上で、ポッドキャストで配信しちゃえばいいと。いうふうに真面目に思ってるんですよね。だから下手に物理的な大学のキャンパスもいらない時代に入ってきたと思ってるんですが、これが日本はなぜか進まない。大学教員でポッドキャストやってる人も、本当に少ないですね。で、未だに大学の学長でブログとかやってる人もほとんどいないっていう、もう情報発信してないという。ね、情報発信しないのが大学の学長であり、理事長だったりするんですが、情報発信しない大学ってどうなんだろうと思いますけどね。まあ、情報発信してりゃいいわけじゃないし、まあ、私も情報発信でいろいろね、いろんな経験積んできましたけども、いいこともあったし、悪いこともあったけど、これはもうやっぱり、ある意味人生かけて続けようかなと思ってますね。まあそういうことで、ある番組で、リッスンというね、ホスティングサービスがもうドンピシャだったんですね。文字起こしが一番進化しているポッドキャストサービスなんでね、だからそこにハマったわけですけれども、闇雲にやってるわけじゃなくて、これはもうやっぱり今の情報発信の最先端なんですね。だからいずれみんなやるようになる、そういう必然性があるんですね。これホモサピエンスにとっての必然性、機械学習の進化の中での必然性、で、そしてソーシャルネットワークっていうのはやっぱホモサピエンスの本質に根ざしてるっていうことなんですよね。だからまあ人生いろいろ、私の人生60にしてポッドキャスターになるとね、よく40にして惑わずとかいろいろありますけど、60にして何だったっけ、私は60にしてポッドキャスターになる、まあそんな人生いろいろということで、まあ今年この2024年、ハジラジサンデーシーズン4では人生いろいろ毎週語っていこうと思います。どんどん語っていきたいと思います。
ということで、第2コーナーは思い出の一曲ということで、最初の、プロローグね、のところで、コーナー5つなのか3つなのか4つなのか、ちょっと上手に言えてませんでしたが、コーナー4つでいきたいと思います。次は思い出の一曲のコーナーです。ハジラジサンデーシーズン4の1回目の配信です。1月7日日曜日、3連休の中日ですね。第2コーナー思い出の1曲、曲が2つ入るんですけど、このシーズン4では第2コーナーは思い出の1曲ということで、その曲の思い出を語ってから曲に行こうかなと思ってます。で、第3コーナーは北海道あれこれまたは SNS あれこれの後、曲も合わせて第3コーナーと、今週の1曲ね、そんな風にして、で最後第4コーナーザ・トイチロコーナーということで、これで4つのコーナーになりました。思い出の1曲、今日はですね、猿岩石の白い雲のように。これ知ってますかね。ちょうど紅白歌合戦で、これをね、藤井フミヤさんと、有吉くんが、有吉弘行くんだっけ、下の名前が歌ってたんですよね。ちょっと有吉さんは思いが、いろんな過去の思い出を思い出したんじゃないかな。電波少年という番組があって、そこで、若い売れてない芸人をね、まあそれだけじゃなくて、あれ誰だっけ、女性いましたね。とにかくこう、今でいう世界の果てまでイッテ Q の綾子さん、井本綾子さんみたいな感じでね、若い芸人とかそういったまだ売れてない人をこう旅に出すっていうね、世界中のね、ヒッチハイクみたいな感じでね、そういう番組コーナーがあったんですね。でそこに猿岩石という二人組が、でその一人が有吉くんだったんですけども、今やね、彼は売れっ子になっちゃいましたが、生意気な売れっ子になっちゃいましたけども、その彼らがその旅を涙しながらね、いろんな苦労しながらしていくわけですけど、多分最初だったんじゃないかな、あのコーナーね、覚えてませんが。でそこで藤井フミヤさんがそれのファンになって、曲を作ってくれたのがこの白い雲のように、いい曲だと思うんですね、名曲だと思うんですが、まあそれを紅白でも、作曲者の藤井さんと有吉さんが歌ってたというのを聞いて思い出したんですが、この猿岩石の白い雲のように、あのテレビを見てあの曲も聴いてたっていう、リアルタイムでね、言うだけの思い出じゃなくて、実は私札幌に引っ越してきた時に、コミュニティ FM 三角山放送局というところでゲストに招かれたんですね。2017年の9月ですね。でそのゲスト会の時に曲を用意してくださいって言われて、おすすめの曲で、その時の一曲に入れたのがこの猿岩石の白い雲のようにだったんですね。そういう意味では私のコミュニティ FM デビューゲスト会ですけどね、その後3ヶ月後からレギュラーになって7年近くやったんですが、その最初の思い出の曲 でそのコミュニティ FM 三角山放送局の当時会長だった、方ですね、まあ素敵な女性でしたけど、まあ、乳がん患って亡くなってしまいましたけどね、もう本当に彼女にはもう最初会った時から初めて会った気がしない感じで、いろんな縁があったんですね。でこの話するとまた長くなるんで、またいずれしようと思いますが、そんな思い出の一曲です。カラオケでもよく歌いましたね、デュエットでね、一世を風靡した白い雲のように、これがあったから有吉さんはその後ね、
でこういう展開もあって、もう一人の人は芸能活動辞めちゃったみたいですけれども、まあそんな形でとてもいい曲だと思いますのでお聴きください。白い雲のように猿岩石。ハジラジサンデープレゼンテッドバイキャンパス。ハジラジサンデー1月7日、シーズン4に入って、第1回目の配信ですが、第3コーナーにやってまいりました。第3コーナーは今日は SNS あれこれの話をしようかなと思ってます。 SNS あれこれ何話しようかということで、ちょっと20年前に遡るんですけれども、今その SNS が私の中では20年ぶりのワクワク感が出てきたって話をね、してるんですけども、その原因を今探ってるんですね。で、20年前何があったか。実は日本でブログが、まあ始まったというか、まあ外国のサイトはあったんですけれども、それでも1999年なんですよね。1999年、ブロガーがサービス開始したのが1999年ということで、結構ブログの歴史っていうのは浅いんですよね。まだ20、まあそれでも23年経ちましたけどね。で、ハテナブログ、まあ最初の名前はハテナダイアリーって言ったんですけれども、これが2003年の1月なんですね。ベータ版がサービス開始ということで、ちょうど20年前。今リッスンが、ね、ハテナを開発した近藤さんが今リッスンを開発してますけど、20年ぶりのワクワク彼も感じてるらしいんですが、ちょうどこの2003年ぐらいから日本でもブログサイトがたくさん立ち上がったので、まあ2003年がブログ元年ですね。日本のね、ブログ元年ということだと思うんです。その後2004年ぐらいからもうブロガーっていうのがね出てきて、結構人気ブログっていうのが出てきた時期なんですが、私は実はブログにハマったのはもうちょっと後なんですね。2005年6年ぐらいなんですね。で、私はその頃何してたかっていうと、チャットをしてたんですね。チャットで、いわゆるメッセンジャーに近いんですけど、リアルタイムでやり取りができる文字チャットっていうのが出てきたのが、まあ日本ではやっぱ2000年9月のヤフーチャットなんですね。だから21世紀に入ってすぐ出てきたのがこのヤフーチャット。で、その前はむしろパソコン通信とかをやっていて、ただメッセンジャーアプリって出てきたんですね。一番有名なのが、世界的に広がったのが ICQ。アルファベットの I と C と Q なんですが、これは I seek you っていうね、I seek you という英語から来てるんですけど、ICQ っていうね、いうのが1996年なんですね。これも私併用してたんですが、それが今度はいわゆる、まあ文字チャットというのができてきたんですね。で、これに完全にハマってしまったんですね、私の場合。だからブログよりちょっと早いんですね。で、文字チャットにハマってたもんだから、ブログにはなかなかハマらなかったんですね、私ね。で、ついでに言うと音声チャット。音声チャットが始まったのが、これヤフーチャットで音声チャットが始まったのが2001年の11月なんですね。2001年11月。だからもう本当にブログ黎明期、日本のブログ黎明期の頃、私はもう音声チャットばっかりやってた。音声チャット、ビデオチャットにハマってたと。で、さらにその流れの中で、2006年からはインターネットラジオをやっていたということなんで、で、そのインターネットラジオを動かすためにブログを始めたみたいなね、ところがあったんですが、まあ、それはさておき、ここで今日 SNS あれこれで、お話したいのは、一つは今チャット文化っていうのはリアル、ライブ文化なんですね。同期型の SNS。で、ブログっていうのはオンデマンド型の SNS なんですね。で、私の中ではこの
ライブ型とオンデマンド型って、これ大事な区別だと思ってるんですが、で、もう一つは、今言った文字と音声、あるいは映像ね、という問題がもう一つあるんです。で、ブログは文字ベース、文字と写真ベースですよね。文字と写真ベースのブログがオンデマンド型で進化したのがだいたい2003年から。で、その前に実はリアルタイムのライブ文字チャットが始まり、さらにライブ音声チャットが始まったのが2001年と。11月からですね、ヤフーチャットが。音声チャットに、展開したのがね。で、実は、その文字チャットは、にハマってた人たちは、音声チャットは邪道だと言ったんですね。で、この時のいろんな、その音声チャット、ビデオチャット、文字チャットの話を今日はちょっとしたいんですけども、文字から音声の移行で何が起きたかっていう、話と、まあその前にやっぱ文字チャットの時代。で、この時に流行った言葉で、ロム。ROM ね。ロム。ロムってみんな打つんですね。ロム。今からちょっとロムっていうのは、その自分は文字打たずに、読んでるけど、見てるけど、いろいろこう、ちょっと家事をやったり、用事片付けたり、ご飯食べたりするんで、ロムってよくやるんですね。だから、そこで、私に問いかけても答えられませんよってのはロムというね。読み専門っていうことですね。こういう言葉が流行ったのと、もう一個その後出てきたのが、嵐。ね。チャット嵐が出てきたわけですね。嵐っていう言葉流行った。で、もう一個がオフ会ですね。そのオフ会はそれまでもあったんです。パソコン通信の世界でもオフ会はあった。ただこれは基本的には掲示板的なやり取りだったんですよね。だからタイムラグがあった。ところがチャットっていうのはリアルタイムのライブのやり取りになったんで、ライブ型の SNS が出てきたってことなんで、ここでやっぱ盛り上がるわけですよね。で、オフ会もだからチャットで実況中継するわけですね。チャットで実況中継、今ちょうどポッドキャストでね、実況中継とかやってますけども、音声で、当時はその文字チャットで、ライブでオフ会の中継をするというね、こういうのが流行ったんですね、この時期ね。で、さらに、音声チャット、ビデオチャット出てきた時には、オフ会の様子を、音声とビデオで、ライブで中継するってことが始まったの。これもう2001年から実は始まってたんですね。ただこの頃は、通信速度、携帯端末の通信速度が遅かったので、で、みんな持ってたわけじゃないんですよね。モデムとかを携帯につないでやんなきゃいけないし、通信料も結構かかったんで、これができる人は限られてたわけですね。だからそういう人が必ずいて、その人が中継をするみたいなね。で、そこにみんな文字チャットで参加するみたいなね。そんなことがあったのがこの時代で、まあいろいろ思い出してきましたけど。で、この時のワクワク感ですね、私はね。そういう意味では正確には、20年前よりちょっと前ですね。文字チャット、音声チャットのこのワクワク感。で、あと面白かったのが、やっぱり文字から音声っていうこう移行が始まった時に、ライブ文化の中でね、ライブ型 SNS の中で文字から音声っていう移行が始まった時に、やっぱり文字派と文字チャット派、文字チャットから離れたくないっていう人たちと、音声チャットにハマっていく人たちって分かれたんだけど、この分かれ目は、声に自信がない、喋りに自信がない、打つのは自信があるっていうタイプの人がやっぱり文字チャットに残ったんですね。で、それから、打つのは遅いし、例えば文字チャットだとキーボード打つのが遅いとついていけないんですよね。もう次の話題行っちゃうわけで。で、これを何レスっつったかな。なんか遅れてレスポンスするのを、なんとかレスっつったね。忘れちゃいましたけど、また思い出したら言いますけど。カメレスか。カメレス。カメ。カメね。カメとウサギのカメ。カメレスだな、つってね。よくやってたんですけど、その、文字チャットやってた人でカメレスしかできない人は音声チャットに飛びつくわけですね。喋ればいいから。文字打たなくていいから。ね。即時。喋ればいいという。そういう世界になったね。だからこれが文字と音声のこう違いなんですね。音声入力は声で入力できる。文字チャットはキーボードから入力しなきゃいけない。そうするとキーボード入力の、
リテラシーっていうか速度の違いが出ちゃうわけね。だからもうプロ並みの文字チャッターっていうのがいて、そういう人たちは文字チャットから離れたくない。誰でも手軽に喋れちゃう音声チャットなんて邪道だって言ってね、移行しなかった人たちがいましたね。で、そういった人たちは大体ガラパゴス化していったという。で、私はもうさっさと音声チャット、ビデオチャットに飛びついて、文字チャットなんかもう忘れて音声チャット、ビデオチャットやってた。で、その前も文字チャッターとしては打つの早かったんですね。もう立ったか立ったか打ってくもんだから、打つの早すぎてよく怒られたんですけども、で、そのレスポンスの速さってやっぱりライブの醍醐味なんですよね。で、これがカメレス遅れちゃうともう旬じゃなくなっちゃうっていうか鮮度が失われちゃうってね。もう瞬時に鮮度が失われていくのは、これがまあ文字チャットの世界でしたね。で、音声になったことでむしろなんだろうな、そういうこう文字入力、キーボード入力のこう格差が解消されたみたいなね。そんなところがあったね。そういう意味ではフラットに平等になったみたいな。だから音声ってのはそういう魅力があるんですよね。文字書くの、文章書くのが苦手でも喋ることはできる。もちろん喋る内容はあるんですけどね。まあ、そういう問題があって、で、今起きてることも実はそういう文字オンデマンド型の文化から、SNS から、音声オンデマンド型。ね、音声オンデマンド型の SNS に展開してるっていう、まあ、ここがやっぱりね面白いなと思ってたりします。そんなわけで、ちょっと SNSR から少し20年前の話をね、ちょっと語ってみました。まあこれをリアルタイムで経験した人はあんまりいないと思うんですけども、まあ還暦親父の昔話として聞いてください。で、今週の一曲はその頃流行ったウルトラソウルが流行ったんですが、それより前に私がビーズ体験したのがこの曲なんですね。Easy Come Easy Go ビーズ、どうぞ。ハジラジサンデイ、1月7日の配信です。第4コーナー、ザ・東一郎散歩のコーナーです。まあ、このザ・東一郎散歩のコーナーはシーズン3から引き継いで同じ形でねお送りしていこうかなと思いますが、ただ配信のペースが週2回から週1回になりましたので、1週間分のお散歩音源、お散歩中に収録した音源を一週間分聞いていただくということで、ちょっと長めになるかもしれませんが、でも今日はそれほどでもないですね。12分、13分ぐらいの音源になりました。ちょうど1月1日元旦の朝からのお散歩収録ですね。で、1日、2日、3日とのんびりお正月散歩をした音源。で、4日、5日。そして6日は実は公開ダラダライブで、そのお散歩中に30分間ダラダラと、ライブ配信したんですね。なので6日の音源はありません。で、一番冒頭にですね、今朝の1月7日今朝の日曜日の、お散歩音源をちょっと入れさせていただきました。その後元旦からのお散歩音源のんびりお聞きいただければと思います。出てくるのは雪だるま東海、それから3日は結構雨が降ったとかね、それからビスケットを食べる音、ねだるおねだりする東一郎くん、お水飲む音、それからちょっと最後5日は風が出てきたみたいなね、そんな話がありますが、まあとにかくお正月の1週間ですね、元旦の朝から6日7日の朝まで、お聞きいただければと思います。どうぞ。1月7日の朝、お散歩中、新しい1週間が始まりました。日曜日から今週は13日まで、明日は祝日ですね、成人の日かな、3連休中日ということで、それもあって静かなんだね。お、ピーポーピーポー来ましたね。はい、
トイチロ君おとなしく銅像のように座ってますね。ということで、ではまた。2024年1月1日元旦8時30分朝の散歩、新春散歩しようということで出てきました。今朝はマイナス6度まで下がったので、雪の音が違うと思います。まあ、気温が低いとね、やっぱキュッキュキュッキュ、トイチロ君はなぜか吠えてます。はい、キュッキュキュッキュなるんだね。ということで、近所の公園のちっちゃい神社に初詣だな。本当にちっちゃい神社ですけどね、トイチロ君と初詣、新春散歩。はい、初詣行くよ、スーチロー。初詣、神社の前でビスケットおやつ。あ、手が冷たい。マイナス6度。ちょっと冷たいですね。ではまた。おお、スーチロー君は駆け抜けていきました。スーチローは急に走るの。結構ギュッギュになりますね。0か6度の時の音ですね。まあそんなことで、1月1日2024年午後4時30分、豊平川堤防脇の公園、パウダースノーですね。こんな感じ、雪の音ね。パウダースノーで気持ちいいですね。はい、もう雪がまた、今日は一日サラ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 と降ってる感じですね。止んだり降ったりみたいな感じで、しばらくこんな天気続くんじゃないですかね。東一郎くんはラッセル車のように深雪の中を膝の上まで、ね、もうすぐお腹つきそうですね。お腹つきそうなぐらいでよっしょよっしょと歩いてます。はい、ではまた。1月2日2024年朝9時、近所の公園。トイチロ君あんまり遠くに散歩に行かずに、今日は近所の公園で、一番近い公園で、なんか今リード遊びしてたんですけど、はしゃぎ回ってますね。近所の公園には大きな雪だるまがあったんですが、私の背丈より大きい。これがなぜかひっくり返ってましたね。倒壊、雪だるま倒壊、地震の影響でしょうか。はい、ということで、まあ1月正月2日の朝ですけど、なんとなくこうね、晴れやかな気分にはなれない朝を迎えてしまいました。そんなわけで、今日もゆっくりのんびり、まずは散歩から始めたいと思います。ではまた。1月3日朝8時55分、お散歩に出てきました。遅めの朝散歩ですね。正月三が日。なかなか正月気分じゃなくなっちゃいましたが、トイチロ君は今朝も元気です。札幌は昨日気温が上がって雨が降りましたね。この季節珍しくね。雨が降って、道路の雪も結構溶けましたが、それ以外のところは、雪は積もってます。こんな感じね。今朝ちょっと朝0度でそんな寒くないんですが、凍ってます。まあちょっとシャーベット状ですね。気温上がったんでね。トイチロ君は公園の木におしっこかけてます。はい、おしっこ溜まってたね。トイチロはおしっこ出たか、よかったね。はい、おしっこ出たそうです。この後もうちょっとおしっこしたらおやつを要求するんだと思いますが、元気元気。はい、静かですね。
静かです。はい、ということで正月三が日の朝でした。はい、なんだビスケットか、うん、ビスケット食べんのか、うん、ビスケット欲しいのか、うん、ビスケット欲しいのか、ビスケット欲しいのか。じゃあお座りして。あ、お利口ちゃんだね。ビスケット食べんの、ビスケット、じゃあビスケット食べようか。はい、じゃあ東一郎くんにビスケットあげよう。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。お前スマホによだれ垂らすなよ、お前。うん、おうおう、車来た。はいはい、東一郎くん、はい、お手、お利口ちゃんだね。はいはい、あー、よだれよだれ、スマホによだれかけんね。はいはい、あー、おいちいね。あー、おいちいね。しかし美味しそうに食べるな、お前、いつもな。おいちいな、ビスケット食べてます。ね、はい、ビスケット、はい、ちょっと待ってる。よりこちゃんだね。まだ食べんの、もう一個食べんの。はいはい、おちおち、はい、ゆりこちゃん、はい。お前、よだれすごいな。うん、よだれ。はい。あ、おいしそうだね。おいしく食べたね。はい、おしまい。もうない。もうない。おしまい。おしまい。ごちそうさん。はい、おしまい。はい。食べ終わると、さっさと散歩に出かけるといちろ。さあ、行くぞ。はい。はい、はい、はい、川行くのか、今日は。うん、今日も公園でおしまいか、ここで遊ぶか。どうやら川には行かないみたいですね。公園で遊んでお茶を濁す。お、ゴロンが始まりました。ビスケット食べて満足した戸一郎のゴロンです。はい、ゴロンゴロン、すごいね。背中かいのか、お前。うん、背中かいのか。お風呂入るか。はい、ゴロンゴロンしてます。はい、終わりました。そんなことでお散歩続けます。今日は暖かいですね。0度から1度の気温です。雪がちらちらと降ってきました。でもまあどうでしょうね、そんなにたくさん降りそうにないね。空は一面雪雲が覆ってますけども、ちょっと 青空も見えなくもないっていう、そんな感じですね。東一郎くんは今公園で走り回って遊んで、お水を飲んで休憩モードに入りました。うんちが出ないんだよね。昨日うんち出てないんだよね。ねえ、うんち出ないの。お水飲まないから便秘なんじゃないのか、お前。ご飯はたくさん食べんだけどね、便秘かもしれないね。ではまた。1月3日朝9時37分、東一郎くんは2日分のうんちが出て、今、豊平川の河川敷に降りてきました。身軽になったのか、軽快に歩いてますね。身軽になったんでしょうね、うんち出てね。すっきりしたみたいで。なんか遊ぶ気満々ですね。河川敷をたったか歩いていきます。河川敷もちょっと雪が減ったので歩きやすいですね。雪がちょっとこう、ちょっとなんていうの、気温が昨日上がったので少し締まったというかね、歩きやすいですね。締まって固まったって感じですね。はい、東一郎くんたったか行きます。1月4日三が日明けちゃいました。朝8時51分、朝散歩にのんびり出てきました。近所の公園、一番近くの公園ですね。東一郎くんは公園に着くなり早速おやつをねだって
まんまとせしめて満足げに、のんびりおしっこ訓活中ですね。はい、今日はあんまり遠く行く気ないね、この子は。公園でごまかすつもりだね、これ。はい、公園の中をぐるぐる回ってます。今日は気温がマイナス2度からプラス2度ぐらいの間で動くみたいで、暖かいですね。はい、雪も降ってないし、日差しも出てきたし、暖かいですね。はい、過ごしやすい穏やかな札幌です。ではまた。1月5日8時45分豊平川河川敷、藻岩山が綺麗ですが雪雲がかかってますね。トイチロがうんち場所を探して一生懸命歩いてます。はい、うんちしたいんでしょうね。はい、うんち場所見つかるかな、どうかな。はい、河川敷を歩いてます、訓活しながら。はい、今日も穏やかですね。気温は0度、0度だと暖かいね。雪は相変わらず降らない。雪祭りの雪が足りないらしいですね。まあそんな札幌です。はい、東一郎君、上行くの？どこでうんちすんの？上上がんの？階段上がんの？はい、階段上がるみたいです。ではまた。1月5日金曜日朝の9時、豊平川の堤防、気温はそう冷たくないんですが、風が出てきたので風が冷たいですね、ちょっとね。風が冷たい。ちょっとスマホ持ってると素手が冷たいですね。お、東一郎くんのゴロンが始まりました。ゴロンが始まりました。ゴロンゴロン、雪の上でゴロンです。終わりました。うんち出ないね、東一郎くん。便秘かね。うんちうんち、これうんち、うんちうんち、うんちうんちうんち、これうんち、うんちうんち、うんちどこですんだ、うんち、これうんちうんち。はい、もうちょっと歩かないとうち出なさそうですね。ちょっと雪雲が出てるんで、今日は雪が降るかな、どうかな。上はちょっと青空が、ちょっとだけ雲の隙間から見えてるんですが、藻岩山方面は完全に雪雲ですね。はい、南はちょっと晴れてる、南じゃ、北は晴れてる、南が曇ってますね。ではまた。ということで、正月2024年元旦から5日までのお散歩音源と、あと今朝の7日のご挨拶ね、を入れさせていただきました。このザ・東一郎コーナー、実は切り抜きポッドキャストとしてね、 YouTube 配信も始めたんですけれども、どんな反応が出てくるのかちょっと楽しみなんですが、まあそのこともあって、東一郎くんの名前の由来当てクイズは少しね、このシーズン4でも引きずって、いこうかなとね思っていますので、名前の由来当てクイズヒント回含めてね、これからシーズン4でも紹介していって、少し切り抜きのザ・東一郎散歩がある程度こう追いついてきたところでね、ね、そのクイズに答えてくれる人が出てきたところで、正解発表しようかなというふうに思ってますけども、もう1ヶ月、2ヶ月ぐらいちょっと引きずろうかなと思ってますので、引き続き、ザ・東一郎散歩コーナーをどうぞよろしくお願いします。ということで、最後はエンディングです。ジラジサンデー第1回目の配信をお送りしてまいりました。この始めるラジオキャンパスシーズン4に2024年から入りまして、名前もね、ハジラジサンデーということで週1回日曜日の配信でお送りしていくことになりました。今日は人生いろいろポッドキャスターな人生語りました。それから SNS あれこれで20年前の、文字チャット音声チャットの話もさせていただきました。第2コーナーでは思い出の曲をかけさせていただきました。
そして第4コーナーザート一郎散歩は、これはシーズン3に引き続き同じスタイルでお送りしていこうというふうに思ってます。そんなわけで1月も7日ですね。お正月は今日でおしまいということです。明日は成人の日、そして来週の配信は1月14日ということになります。札幌ですけれども、ここのとこ暖かい日が続いてきたんですが、雪が降ってきましたね。今日は雪が降ってきました。結構そこそこ積もるんじゃないですかね。サラサラと雪がもう休む間もなく降り始めた札幌です。多分明日8日まで雪が降り続くんじゃないかなと思いますので、8日の朝は雪かきだね。そんな札幌です。札幌雪祭りもあと1ヶ月を切りました。これで少し雪の量が増えて、雪像の雪もね、供給されるんじゃないかなと思います。ということで1月7日の配信でした。また来週1月14日にお会いしましょう。ハジラジサンデー、これからもゆっくりとお聞きください。ではまた。ハジラジサンデープレゼンテッドバイキャンパス。